Hello everyone, how are you going? 皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も可能性無限大。This is Nakamuranchi。タロサック。こんにちは、中村です。こんにちは、中村です。今回はですね、ご報告動画。はい。でございます。はい。うん。まず2022年の2月22日に YouTube チャンネル立ち上げさせてもらって。はい。で、まあ活動自体は。その2ヶ月後の4月11とか4月に初めての動画を上げさせてもらいました。でそこから先日チャンネル登録者数1000人を超えました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、もともとね、おめでとうございます。ありがとうございます。チャンネル立ち上げた時からなんとなく漠然と1000人は目指していきたいねっつって自分たちなりのペースで上げてきてはいたんですけど、まさか1年で目標を達成できるとは思わず、はい、これも応援してくださっている皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ちょっとご報告が遅れちゃったので、それを動画にしたいなと思ってたのと、はい、合わせてうちのちょっと天気があったので一緒にお伝えできたらなと思って動画回してます。はい。元々軽自動車のタフト、タフトか、うん、乗ってたんですけど、うん、使いやすく、うん、そこそこに積載もできるし、うん、まあ、荷物積んだらリクライニングが全くできないんで、そう、常にあの前に座席出しての直角、そうそうそう車中泊もしたけど運転席助手席で直角でこう寝るだけという感じの、まあ、サイズ感だったんですが、はい、友達から車譲っていただくことになり、はい、無事その車の車検等々も進み、はい、乗り換えが完了いたしました。That's cool。軽キャンパー、軽自動車で積載も考えながら我慢するギアもあったりとか、うん、無理やり買って何とかしようとか、うん、いろいろやってきたわけなんですけど、僕らのこのキャンプスタイルがちょっと変わっていくんじゃないかなと思ってます、はい、そんなに喋ってもあれだから、はい、ご紹介しましょうか。はい、こちらじゃじゃーん。ちょっと洗車してないから汚いです。そう、ちょっとうちの近く畑があってですね、前にあってすぐ汚れちゃうんですよシボレーの、はい、アストロ譲渡いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その譲ってくれた方と、うん、というかほぼその方に直してもらいながら、はい、ここまで来ました。はい、もともと求めていたアメ車ライフが、はい、まさか急に実現するとは。しかも憧れのシボレー。そう、こういうやつ、あーロゴ、うん、そうね、前はこんな感じ、かっこかわいい、うん、デンってしてる感じが。そうだね、うん、暴風これちょっとキャンプ道具積みっぱなしの状態で、めっちゃ汚いけど、はい、今は後ろの席を倒してそこを荷物にしている。タフトの3倍ぐらい入るかな。だいぶ入るよ。ここに今積んであるやつ結構フル装備なんですよ、うん、あとテントと何かしらが乗っかればっていうぐらいの感じなんですけど、あ、ランタン倒れてる。それはダメだ。オイルが。で、今、私の腕を。痛い。割れてんじゃん。え？そんな衝撃なんだってないよ。まあ、後部座席は右側がスライドドアで、うん、後ろの扉は、はい、これね、憧れのやつね、上開いて落ちてこない、横も開くと、うん、これが両サイド、こっちも、うん、でこっちは開きません。まあ、いつになるか分かんないけど、うん、車中泊とかやっていけたらなとも思ってるし理想はこの内装をちょっと変えてみたい、はい、木みたいな感じにしたい。
嫁の理想はこいつ自体の色も変えたい。イルミ。イルミ。イルミネーションだ。色味。色味ね、うん、アメ車っぽい色にしてみたい。ああ。薄い水色とか柔らかい感じの、うん、まあありかもしれない、ね、結構お金かかるみたいだからね。はい、うん、おいおい、はい、やっていけたらなと思ってます、はい。まあ、これからまだまだそうね直すところがあるんで、うん、まあ、そういうところも需要があれば動画にしてみようかなと思うんですけど、まずはこの子を大切に乗りながら楽しんでいきたいと思います、うん、はい。だってもうあれだもんね、うん、うん、などのぐらいの子なの。2000年。だからもう20年。23歳ぐらい、うん、だね。やっぱねガタが来てるところは結構あるんで、うん、雨降ってさワイパー一発目動かすたびに私はブルルルみたいなのがすごい。その雨の日の動画こちら。あれはやばいよね。なかなかな。あれ何なんだろう。ワイパーがゴムだけかな。ああ、ワイパー本体がもう歪んだりとかなんかね、あれなのか分からんけど、ブブブブってなるのね。最初はビビったり。あとねこの辺とかもね漏れちゃうしね雨降ると。そうね、アメ車詳しい方いらっしゃったら、はい、コメントでいただけたら嬉しいので、はい、はい、いろいろと教えてください。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイフナウ。バイフナウ。バイフナウ。リスペクトです。でかいよ。だってほら無理だもん。本当だね。翌日、昭島アウトドアビレッジファイヤーサイドさん。クワガタみたい。でトリパスさんです。え違うよ、うん、本当それファイヤーサイドです。ザリ、ザリ。フイゴ、フイゴ。かわいいね。うん。七輪みたいな。七輪みたいに使うんじゃない？うん。意外と安い。かわいい。何入れるかわかんない。結構ちゃんとしてる。かわいいね。ね、うん、食器とか入れるのいい感じじゃない？うん、この辺かわいいじゃん。ね、かわいいみたいな。うん。ワンコ用？ワンコ用。かわいい。鳴き声にしようかな。うん。来ました。かき氷、うん、無料で練乳かけてくれた。キッチンカー、このキッチンカー自作らしい。やばい、めちゃめちゃうまい。これうん、うまくない？めちゃくちゃうまい。これこれやばいね。やばい、これはめちゃめちゃうまい。まさかの、はい、買いました。全然そんなつもりなかったんだけどね。うん、こちらヘリーハンセン。はい。レインコートっていうのかな。まあまあこれからの時期はね必
要ですよ。うん、そう自分に言い聞かせて。はい、高い。いやでもしかも秋島限定っていうからやっぱ限定って言われるとさ。そうだね。ね、うん、うん、これからラーメン食べていきます。はい、一発一発や。来ました、一発ラーメン。ネギトロチャーシュー。うん、やばない。今日のネギは栃木、ナスのネギで。栃木、ネギなの、ナス。栃木、ネギ。ナスのおネギ。ナスのネギ。はい、ナス。ナスです。トロロは青森さん。トロロは青森さん。雰囲気がいいかな。うん、元気。いただきます。いただきます。食べました。はい。もうやばい。見て。満腹を超えてる。ぜひ皆さん一発ラーメン。ぜひ。福生八王子、あと相模原。相模原ありますんで。でもね、福生がねいい。私が好き。うん。おすすめです。元気なんだよね。うん。